はい、今日は遠いモザンビークから2人のマジャさんと、オズワルドさん来て、楽しい夜です。で、アフリカからは遠い日本の中でもまた遠いところの島の歌を今日はやります。これは三線ですね。三線という楽器で3本の線が、もう弦3本しかないです。もうこれだけでやるんですけど、同じ三線でも沖縄本島と本島、宮古、八重山、だいたいこの辺りは同じような使い方してますけど、これがちょっと北の方に行くと、奄美大島に行くと弦が変わります。そして、弾くのも竹の鉢で弾いて、奏法も若干変わってくるんですね。というようになんかもう島々によって歌も弾き方も変わってくるのが面白いんですが、ちょうどその中間に、奄美と沖縄の中間にある沖永良部島というところの歌を今日はやります。Yeah.